いつもゆるいっちゃゆるいんだけど、ゆっくりと話そう。今日はなんとなく胃が痛いので ゆっくり話すね。こんばんは、こんばんは。 いつもよりまったり。やっぱさ、いつもまったりなんだね、私って。まあそうか、テンションがずっと同じだよね。まあ、ポケモンとかフェアリーテイルとか生き物の話になったらテンション上がって、なんか声高くなったり、一生喋ってるけど TSN が絡んだら忙しくなりそう。ああ、他のメンバーがってことか。私はなんと21歳なので TSU ユニット何もさないから悲しいんだよ。悲しいよ。私もさ、やりたい、なんか イベントってさ、精神的にやられるんだけど、でも結果を残せた時はすごい嬉しいし、頑張ってよかったなってなるから、やりたいけどね。そう、椎名さんと一緒、同い年。ハビさんかわいい、ありがとう こんばんは、こんばんは。そう、あ、そうだ、さっきメールでも送ったんだけど届いたかな。2021年初の、私がね、初公演っていうのだね 2021年初公演が1月15日に決まりました。ありがとうございます。楽しみ楽しみ。メンバーも決まって情報が出てると思うので、ちょっと出演メンバー今言えないので、ちょっと見てください 私はいます、しっかり。同期は多分あーやと冬ちゃん。よかった、冬ちゃんってよかった、おしゃべりできるよ。島に入りました、ありがとうございます そう、誰がいるかちょっと分かんない、同期しか分かんない。あとエゴさんがいるのは分かる。あー、そっか、そうだそうだ、こっちゃんさんがいるんだ。そう、何ヶ月ぶりなんだろう。そう、だってそうだよね、こっちゃんさんは今月が活動最後の月になるから、今月はたくさん公演に出るって前配信で言ってたので、みんな楽しみだね、こっちゃんさんファンの方。あ、 7D2 の方が多いって言ってた気がする、なんかツイッターで見たんだよな、エゴサした時に だからナルピーさんと水野愛理さんもいるかな、だよね、3人。 K2 の 7D2 さんは3人、木が全然分からんで、9期が3人。あ、あやめろさんいるよね、あやめろさん、ん？いるよね、多分いるね。あれ、基本あれ覚えてるじゃん私 約半年ぶりのこっちゃんさん、長っ、半年か。でも私が足を怪我した時と同じぐらいなのかな。あ、メンバー送ってくれてありがとうございます あ、合ってた合ってた合ってた、じゃあみんな言えたわ。NCT のさやさんに雰囲気似てる気がする。嘘、初めて言われた 私のニックネームと NCT さんのさやさんが同じだもんね、名前が。そう、15日はふうちゃんと出れます、やったね、ふうちゃん、ふうちゃん LINE した私 こういう時はすぐ LINE できるの、私同期に。一緒に公園出れる、嬉しい、喋れるねって
その他のお誘いのメールとかはできない。こんばんは、こんばんは。そう、きっかけがねあればいいんだけど、まあそのきっかけの内容にもよるんだけどね。エゴさん、エゴさん、確かに、え、確かにエゴさんに連絡いつかしよう。そう、この間のさオンラインサイン会と手形会で後ろに私いたじゃないですか、最初のサイン会の時に。で、話題が結構困ってた時にアメロさんとオシリンさんが話題を振ってくださって、ここのここにいる K2 のメンバーの第一印象イメージを喋っていこうって言ってくださって、どんどん順番に言ったじゃないですか。その時にエゴさんは、エゴさんは天使ですって言ったら嬉しいって言ってくれて嬉しかったです。それだけ。薄っ、何を落としたか忘れちゃった、薄っ。でも本当に思ってることなので、私人間、人間今まで生きてきた中で人間が天使だなって思った人がエゴさんが初めてですよ、私。みんなも天使って言ってるしね、本当に納得の方です。そう、本当にお人形さん、あとお人形さんはキミちゃんだね、私的に。キミちゃん、エゴさんがそうめちゃくちゃ思ってる。あ、エゴさん天使だから、だからエゴ天って言ってるんだ、なんだろうってめっちゃ思ってて。エゴ天、そういうことね。あ、かわいい、倒れた、ハッピーた、ハッピーさんかわいい、ありがとうございます。今日は久しぶりにまたリップがブラウン、ブラウン系のリップです。わかったかな。天ぷらじゃないよ。でも一瞬思っちゃうよね、だって愛知ってさ天ぷらあるじゃん、なんだっけ、天、天なんだっけ、おにぎりの上に乗ってるなんだっけ、あれ、あれ食べたことない。美味しい、あ、天むすって言うの、それ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 、天むす食べたことない。でも結局食べるときさ落っこっちゃいそうで、別々で食べそうじゃない、あれ、そんなことない、天むす食べたことない。それはもう名古屋飯だよね。え、中に入ってんの、あれ上に、あ、上、あれ物によって違う、乗ってるだけじゃない、あ、そうなんだ、知らんかった、食べたことないから。いいな、食べたい、またお腹空いてきちゃった、すぐお腹空く、もうやだ、あ、新幹線の時に買ってる、あー、いいね、いいな。私もさ SK 加入する直前とか加入した後のレッスンの時に新幹線とか夜行バスで帰ってた時に駅弁がすごい美味しそうに見えて頑張ってるご褒美として買おうとしたんだけど、一回も買ったことないの。いつもコンビニのおにぎり、懐かしいな、精神やられながらご飯食べてた、無の感情だったあの時。懐かしい、あの時の感情もう一回味わいたい、嫌な感情なんだけど初心に帰れる、あー、よくこの時の自分乗り越えられたなっていう感じを思い出したい。ちょっとさ忘れちゃうじゃん、もう2年経ったから。新幹線のホームできしめん食べた、新幹線のホームじゃないけど名駅の中のきしめんは食べた、食べた、難しいな、
その状態ジムに入りました。ありがとうございます。土曜日じゃないよ、違うよ。あ、で、あ、え、違った。そう、初心によ、初心に。全部みんなもなんかね、いろいろ初心に戻らないとね、たまには。慣れってダメだね、怖いね。なんかお腹空いてきたからお腹鳴りそう。やばい。ハッピーさん、だるまたくさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今日はゆるいね、声が出ないもん、なんかあんまり大きい声が出ない。いつも声ちっちゃいけど、いつも以上に出ない。メロンパンのアバターさん、ハートの HP。 アフロのアバターさん、ハート。カレーのアバターさん、梅。ひよこのアバターさん、梅。ありがとうございます。初心大事、大事、とても大事。なんかさ、全然話違うんだけど、今さ、テレビでダウンタウンデラックスさんだ、何これ、2021年最強運ランキングで、星座と血液型の順位を発表してるんですよ。これさ、まだ出てないんだよね、私。牡牛座の大型が出てないの。出てないよね、多分。最初から見てるんだけど、それがさ、今ずっと気になって気になって仕方がなくてさ、チラチラ見ちゃう。ごめんね。今日人と喋ってないの？喋ってない。ハッピーとしか喋ってない。了解です。了解です。なんかさ、あ、公園で早くまたやりたいね。了解です。そう、私は5月生まれなので牡牛座です。牡牛座の大型。もこもこしてあったかそう。あったかい。あったかいよ。意外と熱くなる。天使の猫のアバターさん、音符ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、まだ出ないんだよ。みんなもう出た？見てる？今見た？トップ10に入ってればいいけどさ、48位もまださ発表されてないから、もしかしたらそっちかもしれん。どうしよう、やだやだ。でもこうやって期待してるとさ、ちょっとでも絶対最下位になりそう。どうしよう。そう、牡牛座の大型のうさぎ年です。牛牛じゃなかった、惜しいね。2年違い、2年。怖いよね、やだ最下位。だってさ、今年2021年の年始おみくじは大吉だったからさ、それ信じてるのに。でも占いってさ、何個もやったらどっち信じればいいか分かんなくない？片方が良くて片方が悪かったら分かんない、どっちがいいのか。まあ自分的にいい方を選んで気分を良くすればいいのか。選んじゃダメ？それは自分で。いい方を信じればいい。ああ、ならいいや。そうしよう。今日で647日目。ありがとうございます。出ないな、まだ。このスタジオにいる方でいるかな、牡牛座の大型の方。でも基本もうみんな出てるか。カレーのアバターさん、ハート、ありがとうございます。ね、気持ちの問題。そう、確かに。ハッピーさん、かわいい、ありがとう。まだかな、今12位発表してる。お母さんとお父さん見てなかったな。すごい見方。
何のやつ？これね、ダウンタウンデラックスさん最強運ランキングをね見てるのこういうの気になっちゃうよ。だからさ、毎日ジップじゃない、スッキリの方で最後終わるときにスッキリス占いだっけやってるじゃん。あれ見れたとき絶対見てるもん。でたまに起きてて見れなかったときはツイッターでスッキリを調べてわざわざ占いを見に行ってるそれくらい見てるの占いを。意外とカレナオタさん、ハートたくさんありがとうございます。いいこと言われて嬉しくない？心の健康なら、それはそうね、確かに。みんなさ、そうだよ。まあね、嫌だなって思うことを口に出しちゃいけないし、まあ言ってもいいけど、人に害を与えないところに家族とかね。でも心に溜めておきすぎないようにね。まだかな、残る、残る星座はのと、あった、右下にあった牡牛座、大型、オレンジ色だったよ。青木アナウンサーと一緒なんだ。一緒なんだ、初めて知った10位発表だよ、みんな見てる？一緒に見よう。あ、違う、10位じゃないちょっとワクワクしちゃう9位違う。お、5位以内は嬉しい。あ8位だった8位。でもよくない？トップ10に入ってたよかった、ありがとうございます、やった。多分さ8位の方いるからいっぱい喋るんじゃない？でも配信してるから音聞こえないわ。8位だよ、48位じゃないかった、よかった。みんな何位？これさ今見てる方の中で私が一番上位かな。おめでとう、ありがとう8位？あれ、オーディションの番号私何番だ？で、サーヤで38？あれ？そうです、エントリーナンバー8番。やっぱさ、8って結構私の中であるんだね。なんか運って、なんて言うんだろう、引き寄せられてんの8、末広がりとも言うしね。オーディションで結構その言葉言われてたな。恋愛も仕事もチャンス到来の年、難しいこともためらわずに挑戦することでいい結果が必ずついていきます。だってチャンス到来の年だって。みんなどう一番さ仕事運めっちゃいいじゃん、10個中9個塗られてるよ。あ、もう消えちゃった。嬉しい、ちょっと信じるね仕事が一番多かったよ、嬉しい。チャンス到来の年、ちょっと信じてその目標に向かって頑張ろう。そのお仕事が何かわかんないけど来たねやったー、ちょっともう一回見たかったな。仕事の塗られてるやつしか見てなかった。あと何個塗られてたんだろう、10個中。ガツガツいく？ちょっと頑張ろう。いい出会いがある。そうなの？嬉しいな。お仕事で今一番嬉しい。嬉しいな。嬉しいな。こんばんは。こんばんは。おやすみなさい、おやすみなさいありがとうございましたね。確かに生き物のお仕事が、
あるかな、ちょっと期待してよ。自分が頑張らなきゃいけないんだけどね。そう、あのツイッターで皆さんが連携してたら、私があの配信したらツイートできるじゃないですか。あの自己紹介文も私変えてるんですよ。定型文を変えた時と同じ日に気づいた？そう、生き物のことを話そう、書こうと思って書きました。あ、気づいたよ、早っいつもね、流してくださる方はわかるね。島に入りました、ありがとうございますね、生き物のことを書きました。見てない人でも私の名前をねエゴサしたときに、その文章にも引っかかるから、知られるチャンスかなって思って、とにかく今年はいろんなところでアピールしようかなって思いましたアピールは大事ね。ね、え、おしりさんと同じ星座と血液型ですね。そうなの？え、そうなの？マミさんまだ直してなくて研究生まだ？あれ、昨日教えてあげればよかった、教えてって言ってたからさ、教えるつもりだったんだけど、すぐ収録行っちゃった。物ボケ仕事頑張ってください。物ボケは確かにできて損はないよね、多分何かしらに使えられるからいいと思うけど、ちょっとむずいな。8位、あおみさんおしりんさん、4月ってさ、あれなんだ、まだ牡牛座なんだ、知らなかった、お腹空いてきちゃった。私健康運何個、10個中何個だった、みんな覚えてないかごめんね、忘れちゃった。仕事の次に大事なの健康なんだけどな、まあ、健康第一か。めっちゃ気になってきた、調べたらでも出てきそう、ハッシュタグでみんな多分こういうの気になってさ見るし、ツイッターに流すと思うから。あ、覚えてくれてる方いる。恋愛7、金運7、仕事9、健康7、あれ仕事以外全部7なんだ、ラッキー7じゃん。1、2、3、おお、なんかいいことありそうやった、なんだだっていい方じゃん、嬉しい、ありがとうございますやった7、嬉しい。じゃあ1位の方って全部10個が塗られてあるのかな。1位ってことは相当だよね。1位で7797なんでしょ、すごっ。オール10かな、めっちゃ気になる、早く出ないかな、まだかな、いい方に考えよう。うん了解です、ありがとうございますじゃあなんか今日さ緩い感じだなと思ったから、久しぶりに配信でね質問コーナーやろうと思ったんですよ。質問でもさ急に言われてもなんかあんまり出てこないよなとか考えて、お腹空いてきちゃったお腹空いてきちゃった、お腹鳴ってる、さっきからちっちゃい音で。質問やろうかな。11時前45分には配信終わらせようかな。そう、
インスタでもいいんだけど、たまには配信でもいいかなと思ってでも配信の方がコメントしづらい方が多いのかな。いやでもその場ですぐに答えてもらうのが一番いいよね。そうインスタもすぐさ全員の答えたいんだけど、全部に答えられたことがなくて、お腹すいたお腹すいたのがおなすいって、待ってかわいい私も言おうかな、おなすい、おなすい、あなすいみたいでかわいいすごい、赤石さん2位だって、すごっ、カブトムシ映らないかな映んないかな、映んない、あ、1位と48発表だよみんな。質問コーナー、あ、テロップに書こう。質問CM 入っちゃったよし、質問皆さん送ってください。ラグがちょっとね出ちゃうかもしれないけど、グミのストックはある、あと1個しかない、買わなきゃいけないハリボーのあれまだあるの。でもね写真撮らなきゃ食べられなくて、そう配信する前にね食べようと思ったんだけど、まだメイクもしてなかったから写真撮れないと思って食べれんかった。食べたくて仕方ないよ悲しいよ。そう我慢してる写真いやだってメールもブログにも載せたいから、今食べたいもの、今食べたいものはグミ。いやでもザ・ご飯物っていうのだったらラーメン味噌ラーメンが食べたい。 K2 で仲いい先輩、仲いい先輩、仲いいとまではまだ言えないけど、おこがましい一番でもお話ししてるのはソーダさんの次はラブリンさんかな。この間の K2 公演の待ってる間にお話ししてた、そのお二人は。そうだよ、本当に優しい。スピン配信はしますか。スピン配信は基本しませんいやでもたまにあったけどね、この間リップだけ塗ってるとか眉毛だけ描いてる時はあったね、メガネで隠してる日とかたまにある。肌のお休みの日はもう受ける時はあるけど、そんな頻繁にはないな、あんま見せたくないからねすっぴんってカレードバターサンダルマありがとうございます。ファンに言われて一番嬉しかったこと、なんだろう、いや嬉しいこと言われること全部嬉しいけど、褒めてくれるの全部褒めてくれるの全部が嬉しいかな、かな、うん。あでもあと今めっちゃ思い浮かんだのが、怪我で公演がずっと半年ぐらい出れなかった時に、やっと出れた日にファンの方がみんなで待ってたよとかお帰りって言ってくれた時は本当に嬉しかった。思い出したよ今今一番思い浮かんだ言葉。インスタの DM って見てる？見てる見てるよ見てるよだからそう送ってくれてる子覚える結構カレナバナさんだるまありがとうございます。カップ麺買い置き、あ確かに
でもさ、本当にさ、そういうの大事よね。いつ地震があるかとか分かんないからさ。大事だね。カップラーメンあんま食べないけど、いつか食料調達しに行った時買おう。太陽光明拡散したいですか。いやー、確かにしたい。そう、意外とさ、昨日一緒に配信した時にファンの方に言われたんだな。意外な組み合わせで話してるのあんまり見たことない、なかった、仲良かったんだみたいに言われて、ちょっとね悲しかったから。広めたいかもしれない。仲いいよ、喋ってるよって。水野さんだったら何話す、何話すんだろう。シナモンのお話。シナモン好きだもんね。わかんない、共通点が何かわかんないからな、まだそれを探すお話をしたい。ラーメンにトッピングするのは何、それはもう煮卵しかない、煮卵しかない。ちなみに私、ラーメンに乗ってる海苔が苦手なんですよ。しなしなになった海苔が一番苦手で、ついてたら一番初めに食べる。海苔のしなしなが食べれないの。これ言ったことなかったっけ、配信で言ってないか。フェイスシールドしてても自分のファンのこと分かる、分かる。まあ、公園にいたら、まあ白3本のサイリウムとか私のグッズをね身につけてくださってる方がほとんどなので、それで第一で分かっちゃうね。でもその後に顔確認しても普通に見えるから分かるよ。ラブリーさんとは猫トーク、そう、猫の話もしたし違うお話もした、それは秘密。初インド犬の予定はないな。なんかそう、今さ本当に自分の体調もそうだし、コロナがねまた流行ってきちゃってるから、そう、外にあんまり出れなくて怖いよ。でも食べるよってなった時は宅配。本当にどうしても食べたいっていう時はね、今も本当に食べたいけどさ、ウーバーイーツしないから。私サリサリ相談とかできそう。あー本当にそう、前ねソーダさんがツイッターにつぶやいてくれた時あったじゃないですか。川島と私と冬ちゃんのお写真を載せていただいた時の、その時にも結構相談とかこれからどうしようみたいなお話はしました。優しい、本当に相田さんは優しさの塊でしかないなって思った。そうだよ、こっちのさんもって話したことありますか。あります。あります。だいぶ前にね、そうレッスン中でもあったんですよ。そう、選抜入ったら何したい、選抜入ったら何したい、選抜といったら私なんかもうさアメブロのイメージしかなくて、何がある、あと、いやでも選抜に入ったら何がしたい、でもイベントは結構呼ばれることが多いじゃないですか。でもそれは参加したいなとは思ってる。まあ入ったら確実に参加なんだけど。何がある、何がある、ツインテール配信の予定はない。初めてがっつりツインテールする日は多分公演だと思う。配信ではしないな、なかなか。たまにね手だけでこうやってやるっていう時はあるかもしれないけど、しっかりゴムで結ぶのはないな。今行きたいとこがある、実家。お家、実家に帰りたい。毎日思ってるけど、
ってメンバーと気にしないメンバーいる。あ、そうなんだ。でもすっぴん絶対ダメはまあいるよね。気にしないメンバー誰がいるんだろう。聞いたことないな私。すっぴん気にしない、多分その方はあんまメイクしてる時と変わらないとか思ってるのかな自分で。あと普通に綺麗お顔が。結構ラグがありますね結構ありますね。どこだ質問そうノリダメ今ここだよ読んでるの。しなしなノリはダメ。おにぎりのしなしなもねあんまり好きじゃないんだけど、おばあちゃんが作るおにぎりのしなしなのノリは大好きなんでだろうね。おばあちゃんが使ってる海苔が美味しいんだよね多分。あとは人だね完璧に。ウーバーイーツしてみたい。一回だけしたことあるの。一回だけだよでももう一回したい。ウーバーイーツなんかね嬉しい。ユーチューバーになった気分たくさん頼んでないのにもぐもぐ配信はしないなしないよ。髪染める、今すぐにでも染めたいけど、染めたい色が何個かあるんだけどその中で絞れないの。ずっと絞れないんだよ。15日の声申し込んだけど当たる気しなくなってきた。悲しい、そんなこと言わないで当たるって信じておこう。でも確かにこっちゃんさんが初めてだもんね8人になってからも。私半年以上ぶりの公演だから結構倍率は高そうね多分ね。あとは初めまして、初めまして、まだ見てるかな巻き髪高めついてる、似合うと思う。全部あげるってこと。あれさ、青海さんたまにやってるけどさ、青海さん可愛いのよ。無理だね私無理だな、顔が似合わんの一番好きな仕草、猫の一番好きな仕草、全部うん、全部だね決めらんない、すべての行動が可愛いからハッピーを今想像したんだけど。そうだよね、 K2 に限らず今やりたいのかな。星はやりたい演奏曲ありますか。チムイさんのユニット全部フェスティバル公演のユニット、あでもあれはやだあの豹柄の、あ何でしたっけ名前忘れちゃった、曲名なんだっけ、やだとか言っちゃった。私に似合わないからやだあれなんだっけ、涙に、あれな、ん涙に沈む太陽だっけな、ん上の子、あ、合ってた、そう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 、合わない、絶対やできないまあ、あの曲のイメージは里香穂さんとレオナさんとあとはハタゴンさんのイメージしかないから、うんないあと誰だろう、その3人の方かな、うんそうだよね、あれ
時もいろいろ撮る。同じのずっと撮る。好きなものたくさん撮るから同じのずっと撮る食わず嫌いだから基本挑戦するものはない同じのばっか食べる。お寿司もそう。まあでもこの間っていうかずっと前のアナゴは挑戦してみたけど、たまたま本当に珍しい。ハッピーさん似合う、ありがとうございますやばいよやばいよ。そう、里川さんとユニットやりたい気持ちはあるんだけど、ちょっと涙にしても太陽はきついかなきついかな、ちょっと負けますね圧。もう違う、多分私その世界観に入れない。一生笑っちゃうと思う。うん、恥ずかしくて笑っちゃう。そう、服とかそういう曲好きだけど振りとかあのね、うん、合ってない私にそうフフフフ笑っちゃう。自分が今さ想像したら似合わなすぎて笑っちゃう。まあでもチームEさんじゃないので私は一生やることはないですね、その曲は。まあ、いつかコンサートとかねあったら選ばれるかもしれないけど多分ないな。コンサートとかであんまりやらんくない？私が知らないだけかな。今までやったことさすがにあるか。あー確かにこの間再会、確かにな、ヒョウ柄あったな。里川さんとお示しできる？できません恥ずかしくてできませんやるなら私はあれがいいんですよ。テモデモの涙とか、かわいい、ジッパーがやりたいです、里川さんと。あとはなんだろうな、そう、ジッパーも結構服はセクシーな方だけど、あの涙に沈む太陽とは違うセクシーじゃないですか。うん、そっちならいいの。ジッパーは私前からやりたいって言ってるよね。だからそう、もしかしたら昇格した時に S かなって自分思ってたんだよね。そう、ジッパーやりたいって言ってたんですよ裏でも。そうとあるマネージャーさんにお話ししてて、おみたいな、いいねみたいな、すごいいい反応されたので、あ、S？ と思ったんですよ。 K2 でしたそう、あと一人誰、あと一人、西さんいや、そこは私の好きな先輩を固めます西さん確かにラベリンさんのジッパーめちゃくちゃスタイル良すぎて私びっくりしたんだよな。あの K2 だけの大富豪のコンサートかな、あの時の写真がすごい衝撃でめちゃくちゃ綺麗だった。さあ真ん中、うん、端っこ、里川さんセンター本当にちょっと待って話広げすぎちゃったすごい、目の前でラブリンさんのジッパー見たし、すごいキュンキュンじゃんいいな、いつか3人でやりたいな。私しか嬉しいって思わないのがちょっと申し訳ないけどあ、質問だどこまで読んだんだろう。あー、キュウキの大人組良さそう。キュウキの大人組ってさ、上から順番で言ったらキャさん、フーちゃん、私なんですよ。あ、
いいね。結構一緒にいる時間が意外と多かったので、そう、ハート型ウイルスもやりたいんだよな。かわいい、かわいい、ハッピーさんかわいい、ありがとうございます。でもさ、チーム S のユニットのジッパーはユニットがさ復活するようになったら、新しく9期が昇格したメンバーでやりそうなのは一番内野なんだよね一番内野がやりそう。 S のユニット、でもまた質問じゃなくて、なんかこういう話広げちゃったでもみんな思うよね、だよね。クロス、さあ、キャさん、フユちゃんで、弱そう、私めちゃくちゃ弱そう。キャさんはめちゃくちゃ似合う。フユちゃんは可愛い曲のイメージが強いから、可愛い曲をやってほしい。青海さん、キミちゃん、みっちゃんのハート型ウイルスとてもよかった。見たい、絶対可愛い。赤青黄だね、信号機だ、可愛い、見たい弱そうだクロス弱そう、自分が一番弱そう。そう、足上げあるからね、私足上げなかなかやらないからさ、いっちゃいそう足やっちゃいそう本当に笑っちゃう。あー、確かにウィンブルドンもな、いいな、やったことないから。鉄縄やらないのかな、まあ、やらないか、さすがに8人公演最初の方やるかなって思ってたんだけど、今日までやらなかったので鉄縄のユニットは全部経験してみたい。難しい曲がいっぱいあるけど、自分の中で全部やりたいな。グローリーデイズなんかさ、だってセンターやっちゃったら絶対感動するじゃん。もうコールが、あ、でもそっか、今やってもコールが聞けないんだ。昔にね、早く環境が戻ればやりたいな。天使の尻尾やりたい。西さんやってましたね。西さんだっけ、天使の尻尾、あれ違ったっけ、あれなんか言ってた気がする焼きもきさや確かにそのコールもあったわ。楽しいよね、実な立ち位置とか全部作り直し、そう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 、先生が大変。あ、やった、やっぱやったよね。すっごい可愛かった気がした。なんかね、あの尻尾が長くて日産の身長ぐらいあった気がする。そんななかったか、風船持ってるやつだよね、天使の尻尾。嘘つきなだちゃんのセンター、あー、やりたい、めっちゃ可愛いよね、あの衣装も可愛い、可愛い、可愛い。なんかアーヤがやってたかな、12周年公演の時に気がする、写真を見たような。風船だよね、天使の尻尾。あ、パジャドラ、そっかそっか、あれそんな長くないっけ、なんかすごいふにゃふにゃふにゃって尻尾がさ長くてうねうねしてたからすごい長かったイメージなの。風船か、じゃあ、すっごい可愛かったんですよ。みんな見てるからわかるかわかるか。いや、でも早くさ、この間とか結構前にも撮影をもうしてるので、結構早くね情報解禁されてほしいんですよ。パッション4U とかいろんなゲームの
あ、膝が映ってた。そう、早くね載せたいのがいっぱいあるの。ツイッターとインスタに、もちろんメールにも送りたいし。そう、本当にね早く見せたいのがあるの。期待させちゃうけど、結構期待させてもいいんじゃないって感じ。内容は言えないけどね、待っててね。アーシャで、アーシャは聞いてないな。まだかな。あ、待って、もう45分だ。そろそろ終わりにします。いつも毎回質問が終わってました、ごめんなさい。私がさ、ユニットの話をちょっとね広げすぎちゃった。楽しかった、でもありがとうございます。ちょっとメールを送る時間が迫ってくるので終わりにしたいと思います。また質問は配信でもやりたいからな。インスタのストーリーでもたまにやるけど、あとはツイッターのリプ変化。楽しかった、ありがとうございます。あー、やっぱそうか、特に答えを聞けるのに、やっぱそうよね。そうよね、盛り上がったユニット楽しいよ。よし、ランキングを読みます。38位、かわいい猫のピンクの髪の下、女の子のアバターさん。かわいい、初めて見た。1位ハッピーさん、おっと。2位、うまるさんのアバターさん。3位ハッピーさん、4位ハッピーさん、5位カレーのアバターさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位天使の猫のアバターさん、8、9、10位ハッピーさん、11位アフロのアバターさん、12位ハッピーさん、13位ハッピーさん。皆さんありがとうございました。え、これさ、うまるさんじゃなくてもピエンでいいね。ピエン、ピエンの目してるよ、だって顔か、かわいい、ピエン顔、ピエン顔。なんか可愛くて見ちゃう。誰かが作ったやつなのかな。やっぱピエンの目って可愛いよな。なんか描きたいな。このさ、ハッピーさんのアバターさんの目、アバターさんアバターの目もさ、ピエンにしたらめっちゃ可愛いだろうな。はい。終わりにします。メール待っててください。今日もありがとうございました、ありがとうございました。明日は金曜日だ、アンパンマン、アンパンマンいるかな。ゆっくり休んでください。あ、そうだ、明日の25時の東京 FM さんかな、ラジオで高知フラグが初解禁、曲が流れるので聴ける方はぜひ聴いてください。またツイッターにもツイートするので聴いてね、聴いてね、みんな好きになってね。いや、絶対好きになると思う、私も好きだもん。もう早く、あのね、そう、MV 撮影の終わった後とか配信でみんなね歌いそうになったって言ってた。早く解禁されて鼻歌が配信でできるようになればいいな。はい、聞いてください。ありがとうございました。おやすみなさい。
そう、歌わないから鼻歌。バイバーイ、おやすみなさい。ありがとうございました。